サムスン電子サムスンギャラクシー SC-05D ドコモネクストシリーズギャラクシーノート SC-05D は韓国のサムスン電子によって開発された NTT ドコモの第3.9世代移動通信システムと第3世代移動通信システムのデュアルモード端末である世界モデルギャラクシーノートの日本モデルとなるドコモネクストシリーズの一つ 製品番号は SGHN054。キャッチコピーはフォーン、タブレット、イッツギャラクシーノート。従来のスマートフォンより大型の有機型ディスプレイとタッチペンを搭載した新しいカテゴリーの製品として開発された。分類上はスマートフォンであり、2012年現在日本で発売されるスマートフォンの中ではメインディスプレイのサイズが一番大きい。 ワコムの電磁誘導方式を採用したタッチペンが付いており、指でのタッチだけでなく、ペンでの操作も可能となっている。また、NFC は搭載しているが、お財布形態には対応していない。また、グローバルモデルとの相違としては、LTE の通信機能が追加されていること、ワンセグの受信機能が追加されていること、その代わりに FM ラジオの受信機能が、 省かれていることが挙げられる。なお、シムカードは、ギャラクシーシリーズ初のマイクロシム専用である。ドコモから発売された最後のアンドロイド2.3で、2012年9月6日に、アンドロイド4.0にアップデートした。さらに2013年8月5日からは、アンドロイド4.1のアップデートが、配信開始となった。サムスン開すと言われる。 PC 連携ソフトをパソコンにインストールすることで、連絡先、カレンダーの編集、保存、アウトルックとの同期、さらに、メールやメモ、画像、動画、音楽などの管理、編集が可能となる。また OS のバージョンアップを行う際などにも利用することとなる。Web ブラウザは Google Chrome Lite ベースのものが搭載され、Android OS 2.3の特徴でもある。 アドビフラッシュプレイヤー11.1がアドオンされている。また、JavaScript もサポートされている。これにより、パソコンのブラウザとほぼ同等のフラッシュサイト、動画サイトが利用することが可能となり、ブラウザで YouTube をはじめとした各種動画サイトが利用できる他フラッシュゲームなども動作する。対応プロファイル HSP、HFP、OPP、A2DP、 AVRCP, SPP, HID, p, SP p, ID, p b p, a p SAP 受信時、75Mbps、送信時、25Mbps 受信時、14Mbps、送信時、5.7Mbps、ハットただし、緊急地震速報のみ対応。サムスン、Galaxy Tab 7.7と5インチディスプレイの、Galaxy Note ーーを発表。 i t m e d i a h t t p w w w i t m e d i a c o j p n e w s a r t i c l e s 1 1 0 9 0 2 n e w s 0 1 8 h t m l 2 0 1 2年6月1日閲覧 ?Galaxy ーノート、発売5ヶ月で500万台を販売、サムスン発表。 cnetjapan,http://japan.cnet.com コロンススララッッシシュスラッシュニューススラッシュビジネススラッシュ35015644スラッシュ2012年6月1日閲覧。サムスン、10ミリオンギャラクシーノーツハブビンソールド、ワールドワイドハット ABC ギャラクシーノート SC-05D の製品アップデート情報、ドコモ、 ギャラクシーノートのアンドロイド4.0更新が一時、中断、PC 経由は引き続き提供ドコモからのお知らせ、アンドロイド4.1、アンドロイド4.2へのバージョンアップ予定製品について、お知らせ NTT ドコモ、ギャラクシーノート SC-05D の製品アップデート情報本、ソフトウェアアップデート以降、緊急通報番号に発信する場合、 緊急通報画面のダイヤル画面より該当の番号を入力する。ありがとうございます。